15日はたくさんの応援ありがとうございました。すごい応援がたくさんいて力になり、最後までしっかり元気に走れることができました。東京五輪の切符を確実に取ることがまず目標にしていて、しっかり優勝して切符を取ることができてすごく嬉しいです。会社の皆様たちの応援のおかげでここまで頑張ってこれました。今後ともよろしくお願いします。2020年の東京五輪ではしっかり金メダルを取れるように世界で戦っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。15日の MGC ではテレビの前とあと現地での応援本当にありがとうございました。たくさんピンクの分かるような形で応援いただいたり、すごく声援が後押しになって、祭りなかった苦しいレースだったんですけども、なんとか粘っては走ることができたと思います。本当に油断ができない状態なんですけども、さらに自分の上を目指すチャンスだと思って、しっかりタイムをしっかり狙って頑張っていきたいと思います。皆さんの声援や応援の後押しのおかげで進むことができたと思います。まだチャンスがあるので、しっかりそこに向かって頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。今までだと半年ぐらいで、オリンピック決まって、本番を迎えるという形だったんですけど、このあと1年という約1年という長い期間、オリンピック代表という形で背負うことになります。本当に、その間の方が、神経を使うと思うんですけども、皆さんに、温かい目で、見て応援していただければと思っております。小原も同じような形で1年間、取り組むような形になります。本当に、皆さんの応援のおかげ、です。ありがとうございます。これから選手たちもまた、1年間頑張ると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。MGC という大会がなければ私は日本代表になることはなかったんですけど、本当にチャンスだと思って一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。これで